お元気ですか？谷村新司です。新しい出会いはありましたか？お散歩の途中で小さな花を見つける、朝の挨拶、食事の新しいメニューへの挑戦、本屋で見つけた一冊の本、これらすべてが日常の刺激です。ちょっと意識してみると何かが変わっていくかもしれませんね。さあ、今日もゆったりとあなたとラジテレ始めてまいりましょう。さて、今日のテーマは化学反応です。なんか昔理科の授業でよく見た名前かな、化学反応。ちょっと難しいものかなと思う方もいると思いますけども、実は我々はいつも体験している、それが、化学反応。そんないつも体験している化学反応について今日は話していこうかなと思ってます。まあ、化学反応といって一番分かりやすい日常の中の化学反応っていうのは恋です。全く想像もしていなかったのに突然誰かが気になり、そして少しずつその人に夢中になっていく。その人の動き、表情、少しずつ気になり始める。その恋、これこそが化学反応。化学反応には公式があるように、反応を起こすそんな条件があればそれは突然起こってしまうんです。化学反応と恋を結びつけるとなんか違和感あるなと思う人もいると思うんですけども、でも恋に落ちる、これ恋をするっていうのはこう、アクションしていくっていう、恋をする前に恋に落ちるっていう瞬間があるんですよね。これ誰にも、振り返ると思い当たることがあると思うんですけども、その人の笑顔がなぜか突然気になる、なんかいいなと思ってたけどやっぱりいいなって感じるとか、その瞬間っていうか、それが実はある種の化学反応なのかなと思います。その人の笑顔や、言葉遣い、あるいは視線とか気配とか、その人の立ち振る舞いとか、もうその要素はいろいろあると思うんですけども、何か一つでも、ピンときたら、それはもう恋に落ちているという、恋はするんじゃなくて落ちると表現する、その意味は説明できない心の化学反応のことじゃないかなと思ったりします。